はい、どうもフランクです。ですね、まあ動画で2本ほど上げてるんですけど、まあ、R32 の GTR の、パワーウィンドウが、壊れたんで、まあ修理ということで今回ですね、台車の、ビッツをお借りしています。で、まあちょっとした内装の感じですからね。まあトヨタのこのエンブレムハンドルに、なんか最近の車って感じがするかな。なんか32と比べたら全然新しい感じが。で、メーターがこれ、32にはこんなのないね。こういうなんていうの、デジタル系なものがついてない。ドガーニか、時計もついてると。ナビはこれ多分古いナビなのかな。多分古いナビっぽいな、見た目からして。どうだろう、乗った感想、さっき運転した感想的にはなんだろう、全然なんかいつも乗ってる32と違って、なんだろうな、位置が高い、なんか車高が高いっていうか、なんだろう、座席位置が高いっていうのかな、目線が全然違う、なんか 高いところにいる感じ。32だといつも低いんですけど、この車だとなんか高く感じる目線が。あとはなんだろう、まあ、やっぱりあれかな、ペダルが2つしかないんでちょっと違和感はありますよね。普段3つ、まあクラッチもあるんで、まあ、違和感はありますからね。これもよくわかんねえな、このシフトも。パーキングバックでしょ、これニュートラル、ドライブの横に、あ、これがセカンドか、2速ってことか、多分。 B って何、 B ってなんだ、 B ってのは一番下のやつか、ローかなんか。あ、すげえ、これ変わるんだ。おお、あ、すごいね、これ最近の車だな、これ。おお、すげえすげえすげえちゃんとエアコンもついてますね。そりゃそうか、エアコンも多分使えてんだろうな。でね、シートがなんて言うんだろう、ちょっと固め、硬いけど硬すぎないな。天井がちょっとね、運転席の方とか助手席の方もそうだけど、天井がちょっとね低い。前の方は特にちょっと低いね、天井が。後ろはまああるかな。まあ後ろ席の幅の広さはこのぐらい。まあちょっとこっち側の助手席のシートは結構下がってるのかな。これもうちょい行くかな、前に。だから普通にまあ広さ的には広いのかな、後ろ席とか。なんか荷物の向けない。外装を見ていきましょうか。ちょっと後ろ席座るか、後ろ席。後ろ席は、あ、結構ね、そんなシートを前に出しすぎてるっていうわけでもないけども、普通にこんぐらい幅があるし、あー、いいかも。あー、でもな、あれか、天井やっぱ低いな。後ろ側はもう頭が当たっちゃうのね、天井は。ここだけが多分高いのかな、ちょっと。後ろも前もやっぱこの形が丸っこいから天井に頭が当たる。ちょっと背の高い人には窮屈かもしれないですね、感じ的には。
違う。これトランク？ん？なんだこれ。あ、じゃあこのシートももうちょい下がるんじゃないかな。どっかで。無理かな。あ、これは下がんねえか。多分これあれだな。角度か。角度だ、角度。アンテナ。ライトがちょっと黄ばんでるな。しっかり ETC もついてるの。すごいね。で、こっちはナビかなんかの GPS か。いや。さて、絶対。入るか。よいしょ。3日と違ってキーレスとかあんのか。最近の車って感じなのね。おお、すげえ。こんな、あ、ちゃんと閉まった。すげえ。すごいすごい。最近の車はいいね。キーレスついてて。はい、まあそんな感じでした。以上です。